はいどうもこんにちは、ブチャンネルです。ちょっとね、この後すぐ予定があるので手短に行こうかなと思います。ルドミラね、来ました。性能詳細、パパッといきます。リロード速度ちょっと遅めですね。はいの、アタッカー水冷コード、結構水冷コードね、優秀なんじゃないかっていう部分はあります、コード的にね。はい、で通常攻撃60回で受けるダメージ、相手の受けるダメージはアップと。3秒間だけど60回命中で、マシンガンなんで、まあ、結構ばらまけるかなって感じですね。はい、で最終攻撃力の追加ダメージ、はい、でもう一回60命中、もう一回じゃないね、60命中 でさらに弾丸チャージ20発と。はい、まあマシンガンらしいというか、弾丸チャージ20発って他になかったよね多分。うん、まあ弾丸をバンバンチャージして、デバフばらまいてダメージも追加で入れると。はい、でスキル2でコアに命中、はい、で追加ダメージで、フルバースト発動でクリティカル確率が10秒間あると。はい、もうザアタッカーだねはい、でスキル、バーストスキルで攻撃力自バフ 60%、 そこそこ高い。うん、でリロード速度アップと。でこれ20秒間、もともとねリロード速度遅いんで、まあ、ここで、まあ、その辺の採算取る感じになるのかな。はい、ただ弾丸チャージあるんで、オバロとかキューブとかつけて、なんか弾持ったりしたらだいぶ、まあ、ちょっと回せないんでね今わかんないですけど、バーストが溜まるまでにもう一回バーストが溜まるみたいなね、全然いけるんじゃないかなと思います。はい、人権キャラにはならなさそうだけど、まあ、2軍3軍とかのアタッカーとして優秀、あとティアナが入れた時にあのモダニアとかよりも全然ダメージ出るんじゃないかなと思います。はい、デバフも入るしね、という、まあ、カタログスペックを見た感じですかね。はい、ではちょっと予定もあるんですいません、この辺で。またね追加で使えるようになったら動画また上げるんで、はい、ぜひそちらもチェックしてもらえたら嬉しいです。では、また。